はい、皆さんこんにちは、藤本です。今日はですね、ちょっとこの出先っていうことで、ちょっとこのホテルの生活感がすごくあるんですけども、ちょっと撮影をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。で、今回はですね、これで動画を出していると、コメントいただきました。ありがとうございます。いや、本当嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。なので、まあ、もしね、コメントしていいやーっていう方ね、いらっしゃいましたら、もうぜひぜひコメントください。で、それに対して、まあ、こういった形で、動画でもね、お答えをさせていただこうと思います。こういうね、質問って実は、皆さん、一緒です。今回の質問も結構あります、皆さん。なので、ぜひ、いただけたらと思います。で、今日この本題なんですけども、その質問がいただいたのが、壁紙を剥がすんです。この家とかもうホテルのせいですね。壁紙を剥がすんですけども、これどうやって言ったらいいんですかみたいな。こうどうやって指示を出したらいいんですかみたいな形のご質問をいただきました。はい。大変ですよね。もう壁紙剥がされるとかもう勘弁して、みたいな。もう家どんどん破壊されていくし、もう、しかも壁紙ってもう一面あるじゃないですか。もう一個押さえたところでもまた次スルーとかって、もう追いかけっこなっちゃうんで、で、結構すごく大変なんですよね。で、この時にどういった指示を出したらいいんですかっていうことなんですけども、まあ、指示だけで言うとですよ。指示だけで言うと、まあ、褒める時って、あ、お利口だねーって褒めるじゃないですか。で、それと全く逆なんです。あっとかって言うんですね。で、これはまあ指示としてはこういうのあるんですけども、ただ、この場合に関しては、あまり効果的ではないんですよね。はい。っていうのは、やっぱりもう壁紙がもう全てがご褒美ですから、もうこれ言い出したらもうずっとあーあー言ってたらダメなんですよ。もうずっとあー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 って、ここはダメ、ここはダメ、ここはダメ。褒めるどころか、どんどんどんああって。で、どうなるか。飼い主様が嫌われるんです。はい。っていうオチになるので、このあーって、あーって使うときは、やっぱ使い方が大事なんです。で、本題に戻って、そう、壁紙の話なんですけどもね。これ指示でどうにかなることではないです。正直なこと言うと。で、ビターアップルとかっていうこの苦味成分に舐めたら、あ、苦い、やめとこう、みたいな。もう、あるんですけども、これも言ったら壁紙全部やらなきゃいけないんで、ちょっとあまり効果的ではないっていうことですね。で、もしここの一部分の壁紙とかであれば、そうですね。この壁紙に対して問題に関しては2つです。2つ。見直してほしいポイントは2つ。まず1つ目。まあ、そもそも、その壁紙はもうご褒美なんで、それが。ご褒美。もう、例えば僕らで言ったら、もうお腹空きすぎて、もう死にそうの時に目の前におにぎりだったら、もう手取りたくなりますよね。それを取るなって言われても、いや、お腹空いてる死ぬみたいな。取っちゃうんですよ。これと一緒です。こういうのももう遊びたくて遊びたくてしかない。目の前の道具あったら、遊ぼうってなるんです。じゃあどうするか。おにぎりがあるんやったら、おにぎりを届かないところにしたら人も取れないですよね。一緒です。このうちはもう要は壁紙があるんやったらそこに行けないようにする。物理的に行けないようにするっていうのがまず一つ目。で、もう一つは、子犬の気持ちを分かってあげましょう。なぜ壁紙をガリガリするんでしょうか。なぜするんでしょうか。もうガリ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 でもうビリビリして、もう掘ったりとか、歯でこうやってやるとかして、もうボロボロなんて。なぜそこまでやりたいんでしょうか。なんでしょうか。どうでしょうか。おそらく、遊びたいんですよね。おそらくというか、百発百中、遊びたいんですよね。ということは、遊びたいのであれば、壁紙じゃなくて、他のもので代用するのはどうでしょうか。例えば、段ボール。要は、私たちからすると、こういうのが遊んでもらうっていうことに対してはいいんですよ。何ぼでも遊んでください。どうぞ。ただ、壁紙、家具、スリッパとか。そういった人が使うものとかに大事なものに関してやられると嫌なんです。けど、人がいらないものやったらどうでしょうか？段ボールいりますか？段ボール寝てますか？寝れないですよね。いらないですよね。あとはキッチンペーパーの芯とか、そういったものって大体ゴミになりますよね。それを逆にね、与えてあげるんです。これやったらいいよ。ダメ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 言っても、もう、だってお腹空いてるから次どのご飯取ろうっていう状況です。どれで遊ぼうって。その欲求だけが残ってしまってイライラもするし、なんかお母さんが怒られる人が、もう悪循環悪循環悪循環なっちゃうんで、吐け口を作ってあげましょう。
おすすめ段ボールです。ただあのたまにねカビ食べる子もいるんですけども、まあ、少々はね全然大丈夫なんですけどね、あのもうなんか食べるのが目的になってる子はちょっとやめときましょう。じゃなくてもうビリ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 するのが楽しいのであれば、段ボールポイってあげたら多分ねこう多分ねというかボロボロにして終了になってるはずですっていう形で、まあ、まずその壁紙に、生かさないようにしてみましょう。で、そこからその欲求をどう満たしてあげるのかっていうところに着目してください。はい、指示をねこうしたこうしたこうしたってあるんですけども、あんまり根本的なこうあの解決になってこないです。遊びたいんですよね。ぜひ、まあ、いけないようにちょっと工夫してあげる。で、その遊びたいんだなっていう欲求をどう生かすか。散歩でもいいです。はい、段ボールとかポンと開けてみるのもいいです。すっごい楽しいですからね。っていう形でやっていくとね、もう満足げに眠りますから。っていう形で参考にしてみていただけたらと思います。もう本当にね、もうあのコメントも全然ください。はい、これ、多分ね、見ていただいた方で、うわ、私もそうやねんって方は絶対いますから。絶対いるんですよ。はい。なので、ほんま、こんなこと聞いてんかなっていうことも、全然聞いてください。もう、ぜひお答えしますから。はい。なんでも聞いてください。もう、これに関しても、なんでも聞いてください。お待ちしてます。っていう形で、これで動画もね、配信していこうと思いますので、下にいいね、押していただけると、めっちゃ励みになります。で、あとチャンネル登録とかもね、していただけると、また僕からの通知というかね、あの、動画配信しましたーっていうこと、いくと思いますので、やっていただけたら、すごく嬉しいです。では、またね、あの、次回も配信していこうと思いますので、楽しみにお待ちください。以上、藤本でした。